ジャパンキッズブロック、こんにちは、世界ミハイルです。いいねとフォローを押してください。よし。これから始めます。この弾は特殊の、まあ、フォートナイトナーフ用の弾です。見てください、これ、ちゃんと、弾は6発。引き金ここ。ここが、まあ、ガチャってすらそう。一応なんかかけられます。じゃあ、一番上打つね。色、半端な。左下。あ、絶対、玉が残ってんです。こうやって打ちます。このナイフは、引き金も軽いし、打つのか、簡単だし、軽いし、弾もまあ、あるけど、狙いもちゃんとできるからいいと思います。次は、紫のナーフ、ナーフの、フォートナイトナーフ。これはね、シンズ5の、まあ、フォートナイト知ってる人はわかるけど、知らない人に一応説明すると、このナーフは、シンズ5に出る、まあ、プレデターとかエイリアンとか出るけど、その次がなんか、まあ、空中に弾が浮いてるんです、水色の。なんか、ふわーって。それが壊れた、なんか変な木がガチャって掴んだ時に出る、原始人が使ってる銃です。これ弾が6発と電動です。ここあります。で、ここ狙いができる。狙い。このギザギザとここと、この端っこ。じゃあ行きます。はい、こんな感じ。あ、まあ結構弾少ないのは良くないけど、早くて狙いもあったか、そうだし、いいと思います。次は、ボルトアクションスナイパー。を使っていきます。これはちょっと、まあ、言うとなんか森で過ごしてるような人がよく使ってる銃。普通子供ならこうやって、こうして、こうして、こうするかもしれない。弾が、ほら、なんか近づいてる感じになる。で、真ん中のバッテンは、まあ、ないのが悪いと思います。これちゃんと見て、これは強く押さないと。これはね、弾を緑色にしてます。あれ？ん？で、あんまりちっちゃい子供が使いづらそうです。これは、ちっちゃいやつを狙っていきます。ちゃんと見ててください。はい。これ早すぎるので見せる意味も価値もないと思います。これは結構俺が気に入ってる図なのでいいと思います。次はこれを使います。ここかけたり、ここして、ここあんまり使わないと思います。じゃあ行きます。うわ！奇跡！次行きます。待って真ん中にいたら、やば。まあ、お隣さんにはぶつかることはないから。2回弾外したら、大丈夫、2回は。よし。で、速さは、あまり。じゃあ、次は、これを使います。これちょっとでっかいもんで、あとはこれ、ここにちっちゃい銃があります。これは外した時のためです。じゃあ、いきます。じゃあ、簡単なところから。難しいね。
はい。ま、皆さんこれ見てないので一応見せてあげます。これはこうやって使います。これ戻ってくるんだな、玉。これは3つに分けることができます。これはね、こうやってこうやってズーのこうやってまあこうやってバキューンってしてしまうことができます。はい。でこうやって玉が玉をこうやって玉をここに玉をここにしまうこともできます。で次はこれ、まあこれは普通の銃です。あ、次はこれはまあ言うとショットガンみたいなやつで、で銃の実は走行してこのボタン打つ、このボタン押すと発射します。発射、まあ1個試してみます。こんな風に1、2、2回がね、はい、いきます。あ、マジェットに進んでました。1、2、3、4、5、 OK、 普通6回。おお。次はフォートナイトの世界に来ました。これがタワーで、でこれがイノシシで、ここは立ち入り禁止と車とか、まあ、マークとかハンバーガー店のマークとか壁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 で、まあ食べたりなんか、でここ畑とかスキン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 、まあこれ建築したんだきっとこの人は。フォートナイトの世界に来たらスナイパーライフルを使います。スナイパーライフルはさっきの緑の銃と違います。ほら、よし、じゃあ取っていってください。スナイパーライフル、じゃん、次はこれを打ちます。他のキャラクターにやられたんだろうね。次は警察みたいな好き。OK。本当に俺当たってんの狙い。お。おお。今のぞみしちゃった。なんか絶対壁ま。ピクロエ。次はこのナーフです。で、いや、ちょっと、ちょっと、また、じゃあこれナーフではないからちょっと違います。これはこのみんなが待ってた電動スーパーナーフ、これ電動です。あ、ここつけます。ここ付けました。よし、ここに設置してここから行きます。じゃあラスト、ラストなんかスナイパーライフル、あ、使いたかった。はい、行きます。トゥーン、トゥーン、トゥーン、トゥーン。どう、皆さん、この中で気に入ったのありますか？このナーフはちっちゃくて便利です。次はこのナーフはスーパーライフルですごいいいです。次はこっちはなんかまあ面白くて、まあなんかスーパー感を持ってます。
このナイフは電動でなんかバババンって売ってます。でこのナイフはなんかショットガン感があるのでちょけて、でこのナイフは超でかくてなんかまあ言うとバトルのなんか強さをなんか見せてる感じと、これはなんかもう自分が負けないくらいの自分が負けたくない時になんかよく使うものです。僕のナーフはどうでしたか？すごいと思いますか？いいねとフォロワーを押してください。もしフォロワーが1000人になったら、このナーフの中で一つだけ僕の YouTube を見てる人に宝くじで当たります。バイバイ。